来た。いや高まってんなやビビったもう上機嫌を隠せずにいるよ俺もゴールやでみんなっていやそんな関西弁喋らへんもんええコーナーやめてでーす。一番東神戸の。そうか。常にコーナーやめてから俺たちも始めてるけど、何かをするとき。すごろくも。スタートここで。今回バスで、すべてのバスは三宮に通ずるっていう言葉あるけど。聞いたことないな。うん、そローマじゃなく、すべての道はローマに繋がるってなんか聞いたことある。もう来るバスに飛び乗っては、三宮を目指して行こうと思って。ぶらり、三宮に下車しないと終われない旅。江南山手の駅前スタート、市バスのみ利用可能とする、携帯で検索は不可、どのバス停で降りるかは自由、バス停に最初に来たバスに必ず乗らなければいけない。このルールを守り三宮にたどり着けるのか。なおこの旅ではこちらの1日乗車券を使用する。1日バスこれ1040円で地下鉄も乗れると。乗れるから5つほど系統があるにもかかわらず2つしかまず時刻表がなくて、それ見て限り30分に1本とかっていう。あと何分？いやあと20分ぐらいあるね。行き先ってこんな悪いっけおー入ってきました。来た魚崎車庫前止まりです。いいよ見て見ていいだろ。三宮見てマジで、うん、俺あのチャリ取られたらここに持ってかれるやつな。これどこで降りるか結構勝負。いやそうやな、ね、いいよ。俺をずっと映してやっぱ景色とかうんいらないいや今から出るぞみたいなこの躍動感とかも欲しいから。いや俺寂しげな。俺寂しげな。いいぞこの窓の上で寂しげな。俺楽しそうな俺何かを見つけた俺何やねんそれ。いろんな俺あ王将ある王将ある。いや王将はビッグヒットやっぱりすごいよな。強いです強いよ、うん、やっぱ並ぶしねなあ、うん、だってまだ阪神にヤブがおった時やからできたとそう、うん、ヤブおった。18背負ってた。18背負ってたヤブが。そうこの辺そろそろ分岐点の可能性ある。これ今天井側行くかで多分これ左行くと結構ずっと南に行きそうじゃん魚崎車庫前って。確かに私見かけが多分結構いろんなバス通ってるイメージあるね。北側あっこでかいね。どうだこれ止まる止まる止まる江南一番もあるよ。あお前次江南一番前じゃん。今の方がいいかいいかいいかいいな。お、スルーしました。OK。あ、あ、右折してくれんと。でしか行かへんとこに止まっちゃう可能性ないこれ。向こう方面の。さっきのバス停やったら、はい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 、向こうに行くっていう2つぐらいか。ないや確かに2パターンある。2パターンある。二度とこの縦から抜けれへんっていう。いやそうあり入る可能性あるもん、ね。ありえるよね。右に入るんちゃう？あれ？どうや？あー、いかんかった。やばい。いかんかった。さようなら。一旦降りる？とりあえず一旦降りましょう。ほら、これしか無理やもん。いやー、これどうするん？ここで本音。2つあ、3つここのパターンは全部もう一緒。全部一緒。いやどうするんやろこれ。画面で方面に接続ある。あ、今のやつや。うーわで、あと何分やったっけ1時間怖い無理やて違う、この企画、うん、大変やて。歩くっていうのなし。ええんちゃう歩こうもう。これはだって、うん、待ってられへんよ。歩いて次のバス停まで行くありにしよう。もうそれで来たやつ乗るっていうのでいいやもう。絶
って降りとかなあかんかったな。岡本2丁目ね。うん、あ、商店でも食っていくか。うまいからな、ソフトクリーム食べようか。ソフトクリームカルピスキャンディーを。はい、こう斜めに行ってんやね。なんなんやの、これも不思議やな。普通立てやん。うまい、いいな。カルピスも長いこと食ってないな。うまいわ。もう終わりでいいんじゃん。どんな終わりやねん。もうバス3駅ぐらい乗ってアイスキャンディ食って終わりかい。80円ええ80円。この値上げの世の中に行きましょう。ピッて行ってまうんじゃん。いや宮までほんま行けるかこれ。これちょっと次ちゃん、走らなあかんのちゃん、うん、でも走ったら間に合うかも。間に合うこれやで。これ乗らなあかんかな。お、走るか。あ、止まるよ。止まる。あ、ちゃうか、左折しただけ。いける。あー、無理か。止まりよるで、あれも。あー将来有望な灘中が全部ほら、おいおいおい、いい加減に。いやでもまだ本数多いわ。多い、4本ぐらい来てるから。1分ぐらいでここまでこれ取ったのね。ちゃんとあそこで2丁目で降り取ったら、自分たちのことちょっと信じへんかった部分あった。あの時ちょっと流されたよな。流された部分あったから、ここは自分のこと信じてここで降りた方がいいっていう時に、ロコアライナーの色が変わってるな。確かにあんな色ちゃうかったけど、32分とかもあるから。もう今もう12時56分や。次1時や。せやな。あ、あるわ。12時56分これもう来るで。あっちから来んねや、うん、だいぶ下から登ってきて阪急の方に。やっぱこう上と下をやっぱ結ぶんや、バスって。なるほど、しんどいから。大にぎわい、系統によってはすごいにぎわってるな、ほんま。お、早めの決断、一息でビビった。普通に。いやでもでかい、怖くて。なんか路線図見てたの、見かけが、うん、あんまり通ってない感じだったから。あ、なるほど、うん、他の系統が少ない。やっぱりだからとりあえず阪神見かけ、阪神見かけ、あっこはもう系統がめちゃめちゃ多いから。今何分ですか、ちなみに。今ちょうど1時、あと10分。まあ OKOK。 見かけ前なるほど。はい、東灘警察署。東灘警察署。これで阪神見かけ到着しますから。いや、したとりあえず。ここはもうハブステーションに。そうだやな。とりあえずバス停を見て。バス停さやね。おのおののね、確認センターかもな。これ北に行くっぽいな、阪急見かけの方やから。はいはいはい。完全にこれあかんやつやな。あれ、6個ケーブルした？あ、JR 六甲道いいやん。あ、マジ？あ、いいやん。これ行っちゃう？これ行こう、これ行こう。OK です。もう上機嫌を隠せずにいるよ、俺も。いや、それ隠さんでいいよ、その上機嫌やったら。嬉しいね。そんな包み隠さずにバンバン晒していってほしいし。すごい嬉しいよ。うん。だって六甲道まで行ったらもうすぐやもんね、駅的に。確かに。はい、いいじゃない。来ました。来てます。ここのバスに、これ大事やね、次。いや、ここもまたラッキーポイント、ね、非常にバス停の多い。あれか、神戸大鶴兜団地。あれ、怪しいな、これ。これは北やな。一回、阪急六甲とか以外ないんかな。あ、怖い、ほんと。あ、佐野宮、あ、これや。佐野宮行きって書いてるやん。もうこれ着くやん、じゃん。とりあえず2番ってどこ。じゃあ2番が来たらええんじゃん。え、もうとりあえずじゃあここに乗るってなったら、ここに来たやつにもう乗るってことやんな。そやね。じゃあ2番が来たらもうゴール。ゴール。2番、18番。え、うん、32。これは見かけ山って。これは戻っちゃうから。ああ、これもするし、いいの？戻っちゃうからだって。俺ら三宮に行くのに、うん、これだったら戻っちゃう。戻っちゃうから。戻っちゃうのはな。戻っちゃうのはなしな。戻っちゃうのはなし。
でこれハット神戸。ほう。あと14分。今何時やったっけ？26分。あ、そうやわ。これや。ハット神戸行けるわ、これで。これが一番近い。うん、最新で来るんが。ほう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 。あと何分やったっけ？あと14分ぐらい。14分。13分。ケンタッキーあるけどいいか？なんかケンタッキー。タイミング的にちょっとつまむにはしんどいんじゃない？待つだけやからウキウキしちゃって変なことも言いました。いや変なこと言ってたね。ケンタ、ちょっと弾んだんなんや。あ、ちょ、なんなんそれ。人スキップなんなん。人スキップどこまで行ったらいいんかな。けどこれハットまで行く。これが分からん。でかいバス停の方がいいんや。そう目指して行ってたけど、うん、これあ分からんな。やばい、ものすごい三宮行きのやつあった今。三宮神社おし。あれさえ乗れたらあれに出会うこともできてたんや。次次なだらしい。いや、もう止まる。大丈夫、これ押さなかったらそのままスルーのパターンもある。そうなんだよ。これで多分乗車の人が待ってなかったらそのままスルー。やばいんじゃこれ。思わへん。ほらやばいぞこれ。いや、まあ降りましょうか。落ちちゃった。どうする？降りる？降りる？スルスル？なあ。スルスル？おお。だって見てこんな。ちなみにあ二つ六個道行き。あ、そう。ほんまに。あれしかなかった。危ない危ない。危なぁ。そうか、ここで降りてる分には三宮方面には行ってくれへん。そうじゃんやつやったんか。あ、でもハットかってなったらもうハット一択。せやね、一点掛けで。それこそあれちゃう、これ終点が病院やから。あー、一石でも病院から三宮、うん、三宮から病院。あんな、どうする？病院行く？一発。ちょっと空気見ながら見ながら、ちょっと感じながら感じながら。なんで2回言うん？頭休めんなよ。いや別に休めてるつもりはないけど。頭フル回転やこれ。三宮たどり着くのはぼーっとしてても行かれへんもん。ああ。頭フル回転や。フル回転。ずっと同じ壁や。と同じ壁やな。色んなどういう空気か。いや、いらんな、別にその観察は。よし、確かに、いけそうやね。望みをつないで、お願いします。ほら、あ、ほんまや、あっちやん、あぶな、あぶな、焦った焦った。あ、やっぱママでかいやん。もうこれ、ゴールちゃう。俺だって、つよぽんが微笑んでるから。言う顔してるやん、もう三宮ゴールやでって。ゴールやでみんなって。いや、そんな関西弁喋らへん。あ、もうほら、はい、両方三宮じゃないですか。ほんまや、そらそうやろ。ええ、ええ、え、え、ないやん今。いや、何時？14時13分。え、うわぁ、あと1時間消えへんで。もうこれ歩いてゴール。歩いたら着くやん。歩いてゴールやん、つよぽん。あ、飲みますかやな。1時間やから、どうせやったらじゃあハットの中のさ様子をちょっと見に行こう。伺う？ジャイカってこの辺近いんじゃん。あるよ、レストラン。うぅぅぅ、いやいや、高まってんなやん。おぉやね、たぶん。ちゃう？ミュージアムショップ？ん？ジャイカ、ジャイカは？ジャイカです、みたいな。どこ？あれ？あら？あ、もうちょっと向こうやな。もうちょっと向こうやった。いやいやいや。ちゃうかったやん。もうちょっと向こうやわ。俺のた高まり返してほんま。あれ、レストラン休業中ってなってる。
あ、でも防災センターの方が、だから2個目よ。2アウト早いって。なんなんな、2アウトおかな。来た来た来た、飯食えるぞって。集合集合、飯食える、あい、何そのこっちこっち、飯の歌。集合集合、飯食える、あい、うわこれはもう絶対に流行らへんと思う。あ、そう、あ、感じてた。集合集合、飯食える、はい、ほらほらほら書いてる書いてる。ジャイカ関西食堂、最高や。早いな、最高だ。さ、14時半までや。14時までやん。え、あ、ほんまランチ11時半からや。あ、コース交代。スリーアウト。スリーアウトやった。 いや、いいやん、ウズベキスタン料理とか。ウズベキスタン料理やん、めっちゃ興味あるって。よく来月はトルコやって。悔しい。ジャイカ行けず。あ、三宮行きや。え、なになに、え、乗る。ちょっと待って、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 乗ります。よかったな、ハプニング起きたわ、ね、え、最高。いや、三宮行き、めちゃめちゃ三宮って書いてた。ジャイカに行かれへんかったけど、けどその分三宮に行きました。よしよし、到着しました。はい、三宮。